今年は寅年、寅といえば鋭い牙に爪といった獰猛なイメージもありますよね。スポーツ紙の一面に驚きの見出しが。聖火、地下、空手と虎の対決。紙面に乗った男性こそ、いやーいやー、北九州市出身の伝説の空手家、山本勝雄さんです。山本さんは北九州市八幡西区に空手の流派楊秀会総本部を立ち上げ、世界各地に支部を設立します。また1970年代に大ヒットした漫画空手バカ一代にも九州の空手界の大物として実名で登場しています。はじめ。決戦の舞台は沖縄。檻の中で1対1で戦う真剣勝負です。睨み合いが続いたままおよそ6時間半が経過。そして一瞬の隙を見逃さなかった山本さんが武器で虎を倒すことに成功。山本さんは足などに怪我を負いましたが無事でした。こちらは山本さんをよく知るワールド楊秀会の日本本部、筒井博司会長。秘書としておよそ30年間支えてきました。虎との戦いに使った武器は硬いカシの木でできた六尺棒に、金属でできたこちらの鞘などだったといいます。檻にいつでも投げたりなんかできるように鞘と棒と槍は置いとったということです。世間をあっと驚かせた虎との戦い、きっかけは祖国を守り命をかけて戦ったある軍人への思いがありました。虎と戦って将軍の骨を持って帰ってお墓に納めるっていうのがその一武道家、武道家の志かと思っているんですね。将軍とは山下智之陸軍大将。山下大将は太平洋戦争開戦直後にシンガポールを攻略する戦果を挙げますが、戦後祖国に戻れず遺骨はフィリピンに残ったままとされていました。そこで山本さんは遺骨を引き取るため映画会社と協力し、虎との対決を描いた映画に出演することを決意。出演料はおよそ1億2000万円と言われています。しかしその後動物愛護団体の反対などがあったため映画はお蔵入りに。命を懸けたにもかかわらず山下大しかしその後動物愛護団体の反対などがあったため映画はお蔵入りに。命を懸けたにもかかわらず山下大将の遺骨は持ち帰れず、虎との戦いが多くの人に知られることはありませんでした。一武道家としてこう昔の日本人の奥ゆかしさっていうか、俺虎殺したけとかそういう威張っていうような方がなかったけどですね。山本さんは戦いの後空手の普及活動を続けます。今月10日楊秀会の初稽古が行われ、山本さんの志を継ぐ多くの若者が参加しました。武道家としての精神は北九州市内に住む孫にも引き継がれています。おじいちゃんで僕ら孫ですね。あ、ばあちゃんもだ、うん、おじいちゃんは虎と戦ったっていうのは何となし分かってたんですけど、もう鏡ですよね、言ったら、あ、ここ一本通して やりきった人がじいちゃんっていうのはもうすごい誇りですね。2001年、山本さんが空手を始めて50年の節目に披露したのは当時の世界記録を打ち立てるあの演武。本日をもって空手界に別れを告げたいと思っております。本当にありがとうございました。4年前に亡くなった山本さん、最後まで筋の通った空手道を歩みました。